RB211 から22を搭載するロッキード L-1011 型、キロールスロイス RB211 は、ロールスロイスが生産する水力37,400から6610両ポンドの、バイパスターボファンエンジンである。原型は1972年に運行を開始したロッキード L-1011 トライスター向けに、開発され、当初は同期のみに使用された。 開発段階で採用した複合材製のファンブレードハイフィルがバードストライク試験に合格できずやり直しの必要が生じたことによる開発飛行等のためロールスロイスリミテッドは破産し救済のためイギリス政府が国有化するに至ったこの RB211 は世界で初めて実用化された三軸式ターボファンエンジンで国際民間航空機用エンジン市場で 低シェアに止まっていたロールスロイスを主要エンジンメーカーに成長させる原動力となった。派生型がボーイング747やボーイング757、ボーイング767やロシアのツーポレフツ -204 に搭載されたほか、発電用にも使用されている RB211 は1990年代に後継機種であるトレントファミリーに置き換わった。 1966年、アメリカン航空は座席あたりの費用が低コストな新型単中距離旅客機を導入する予定があることを発表した。アメリカン航空は総発機を探していたが航空機メーカーにとって新型旅客機の開発を正当化するためにはさらにもう一車道軽機の導入を計画する航空会社が必要だった。イースタン航空も 同様に興味を示したが、洋上を飛行する路線のために、航続距離の長い機体を必要としていた。当時、この用途には上長性を持たせるために3発機が必要だった。他の航空会社も3発機に賛同した。ロッキードとダグラスは、この要望に応えるべく、それぞれ L-1011 と DC-10 を開発案として示した。両方とも、 約300人乗りのワイドボディに通路の大陸間を横断飛行可能な超高速距離の3発機という類似した機体案であった。両機の案とも新型エンジンが必要であった。予定されたエンジンは当時開発が進みつつあった燃費が良く騒音の少ないターボファンエンジンだった。ロールスロイスは当時水力 45000LBF 級の三軸式高。 バイパスターボファンエンジン RB178 を放ーカーシドレートライデントのエンジン乾燥用に開発中だった。これは後にエアバス A300 向けに水力 47,500LBF を発揮する RB207 の開発に発展したが RB211 計画を進めるために中止となった。一方、ロールスロイスは同様に高効率の三軸式。 ターボファンエンジンの開発を行っていた。この構成は、同軸のタービンが、低圧、中圧、高圧の3つあり、それぞれが異なる回転数で圧縮機を駆動する。従来の二軸式に比べて構造が複雑になるため、製造、整備が複雑にはなるものの、各段の圧縮機の回転数が最適化されるため全長が短縮できコンパクトに収まり、剛性も高めることができる。当時、 複数の設計案が開発中で RB203 と呼ばれるロールスロイススペイの乾燥を目的とした水力1万 LBF の設計案もあった。1967年6月23日、ロールスロイスはロッキード L-1011 に対して RB211 から06を提案した。新エンジンは水力が 33,260LBF で、 当時開発中だった RB207 の高バイパス設計と RB203 の三軸設計を組み合わせたものであった。ファンブレードの素材にはロイヤルエアクラフトエスタブリッシュメントが開発した全く新しい技術である炭素繊維製のハイフィルを採用した。これは構成ファンブレードよりも大幅に軽量化できるため RB211 は当時競合するどのエンジンよりも 水力重量比に優れることが期待された。エンジンにこういった新機軸を盛り込むには時間を要するであろうことは予想しつつも、ロールスロイスは RB211 を1971年に運行開始することを了承した。ロッキードは新型エンジンによってライバルである類似の DC-10 に対して明確な優位に立てると考えていた。しかし、ダグラスも同様に ロールスロイスに DC-10 へ搭載するエンジンの使用提示を求めており、1967年10月にロールスロイスは水力 35,400LBF の RB211 から10を提案した。機体メーカーであるロッキードとダグラス、エンジンメーカーであるロールスロイス、ゼネラルエレクトリック及びプラットホイットニーの間と同様に 主要なアメリカの航空会社の間でも激しい交渉が続いた。この交渉を通じてエンジン価格は値下げされる一方で要求水力はどんどん上昇していった。1968年初頭にロールスロイスは水力 4600LBF の RB211 から18を提案した。最終的に1968年3月29日に ロッキードは94機のトライスターを受注し、ロールスロイスに RB211 から22エンジンを150機発注したと発表した。開発と試験、編集 RB211 は大推力の3、軸式という複雑さのため、開発及び試験に長期間を要した。1969年秋の時点で、ロールスロイスは当初予定していた性能が、 なかなか保証できずに苦心していた。当初見込みよりもエンジンは重くなり、水力も不十分で燃料消費量も大幅に超過していた。この状況は1970年5月に新開発の複合財政、カンブレードハイフィルが最終かつ最重要であるバードストライク試験に合格できなかったことでさらに悪化した。 ロールスロイスは新機軸であるハイフィルの開発が難航した時の保険として、チタン製、ファンブレードを並行して開発していたが、これは開発費が余計にかかる上、採用するとさらにエンジン重量が増加することをも意味していた。チタン製、ファンブレードの成形工程において、チタン特有の技術的な問題が見つかったことで、さらに開発費はさらに高騰した。 1970年9月、ロールス・ロイスは、イギリス政府に、RB211 の開発費が当初見込みの1億7、30万ポンドから2倍近くに増え、さらにエンジンの推定生産費用は、エンジン媒下23万375ポンドを上回ることを報告している。計画は、危機的な状況に陥り、ロッキードに対する開発遅延の医薬金支払いも生じたことから、 経営状況は急速に悪化していった。破産と余波編集1971年1月、ついにロールスロイスは債務超過に陥り、1971年2月4日、管財人の管理下に置かれた。これにより L-1011 トライスター計画は深刻な危機に陥った。RB211 の開発は、 イギリスの国家戦略において極めて重要であったことから、これを完遂するために保守党のエドワード・ヒース政権はロールス・ロイスの国有化を決定した。ロッキードも民間航空機部門では低シェアに止まり、経営体質も脆弱だったため、ロッキードは L-1011 計画を完了するための融資を受けるにあたって、銀行からアメリカ政府による債務保障を求められる状態だった。 一部の反対にもかかわらず、アメリカ政府は債務保障を提供した。1971年5月、ロールスロイスリミテッドと呼ばれる新会社は、関西人からロールスロイスの資産を買収し、間もなく、ロッキードと新たな契約を締結した。新契約では納入支援の違約金を帳消しとすることが定められ、エンジン単体の価格も11万ポンド値上げされた。 会社を救うために任命された新会長ケネス・キースはすでに退職していたスタンリー・フッカーをロールス・ロイスへ呼び戻した。フッカーは RB211 から22の問題を解決するために技術監督として退職者で構成されたチームを率いた。エンジンは当初予定より1年遅れの1972年4月14日に最終的な認証を取得し、 トライスターは1972年4月26日にイースタイ航空で運航を開始した。この功績により、フッカーには1974年ナイトが授与された。これら一連の出来事による RB211 の開発遅延は L-1011 の就航遅れにつながった。ロッキードはライバルの DC-10 に先を越されてしまったため、 L-1011 の販売も不審に終わってしまう。RB211 の信頼性は、エンジンの性能要件を満足することに、開発の重点が置かれていたこともあって、運用初期には期待されたたほど良くなかった。初期に納入された RB211 から22は、後の -22B よりも定格が下げられていた。しかし、 運行開始から数年間の改良計画でかなり問題が改善され、それ以降は信頼性の高いエンジンとして成熟している L-1011 向けに開発したものの L-1011 の販売が低調であったために、多機種への採用を目指して RB211 の水力を増強する再設計を行った。復果はファンと中圧圧縮機を再設計して、 水力を5万 LBF に増強した。新しいエンジンは RB211 から524という型名が与えられ、新しい L-1011 の派生機種と同様にボーイング747に搭載されることが期待された。1960年代、ロールスロイスはボーイング社に RB211 を売り込んだが成功しなかった。しかし、 マイナス524は、性能が向上しており、燃費も良く、ボーイング社が当初747のエンジンとして、選定した、プラットホイットニー社の z t q d に十分、対抗でき、747の航続距離を伸ばせる、ことから、1973年には、RB211 から524を747から200の選択肢に加える合意が結ばれた。 ブリティッシュエアウェイズはこの組み合わせを発注し、1977年から就航させた。これに自信を得たロールスロイスはマイナス524の開発を継続し、マイナス 524C では水力を 51500LBF まで増強し、さらに1981年に認証を取得したマイナス 524D では 53000LBF まで増強した。カンタス航空。 キャセイパシフィック航空、カーアンポルックス航空、南アフリカ航空が採用した。ボーイングがより大型の747から400を計画した時にはさらに水力が必要で、ロールスロイスは水力 58000LBF のマイナス 524G や初のファデック搭載機種である水力 6600LBF のマイナス 524H を開発して応じた。 マイナス 524H は同様にボーイング767のエンジンの第三の選択肢として提案され、1990年2月からブリティッシュエアウェイズで就航を開始した。ロールスロイスでは後継のトレントエンジンの開発を進めていたが、その中でトレント700で強化された高圧圧縮機がマイナス 524G とマイナス 524H に適用可能であることを見出した。 トレント700の高圧圧縮機を適用した派生機種は、それぞれ -524GT と -524HT と呼ばれ、軽量で燃費が向上し、排出物も,も低減された。既存の -524GH エンジンを強化された T 仕様に改良することもでき、複数の航空会社が実施している。-524 は開発当時よりもますます信頼性が向上し、 767に搭載されるマイナス -524H は1993年に180分間の ETAPs の認定を取得した。アイスランド航空のボーイング757-300に搭載された RB211 から 535E4 バイトアメリカン航空のボーイング757当初ボーイング757向けに開発された。現在では ロシア製のツポレフツ2 0百4などにも使用されている。1970年代半ば、ボーイングは大成功を収めた727を代替する、双発機の開発を模索していた。この機体は150から200級で、ロールスロイスは必要な水力 37,400LBF を生み出すために、RB211 のファン直径を縮小し、 中圧圧縮機の一段目を削除した新たな派生機種 RB211 から535を開発した。1978年8月31日、イースタン航空とブリティッシュエアウェイズはマイナス535を搭載した、ボーイング757の発注を発表した。1983年1月から就航した。 RB211 から 535C は、ロールスロイスの供給するエンジンが初めてボーイング製、航空機に搭載された事例となった。しかし、1978年に、プラットホイトニーは、PW2000 の開発をはじめ、その派生機種の PW2037 は、マイナス 535C よりも燃費が8%優れていると主張した。ボーイングは、 ロールスロイスに対して757向けにより、競争力のあるエンジンを供給するよう迫り、これを受けて、より先進的なマイナス524の高圧部を元にした、水力 4100LBF の RB211 から 535E4 が1984年10月から、就航した。PW2037 ほど高効率ではなかったが、信頼性が高く静かなエンジンとなった。 初めて幅広ファンを搭載したことで高効率、低騒音化され、バードストライクなどの異物への耐性も高まった。このため、マイナス 535C が搭載された機体の生産は少数に止まり、大半の機体はマイナス 535E が搭載された。おそらくマイナス 535E において最も重要な発注は、低騒音が発注の決め手となった1988年5月の、 アメリカン航空による75750機の発注である。これはトライスター以来ロールスロイスがアメリカの航空会社から受けた初めての重要な発注で、その後の757の販売においてマイナス 535E4 搭載機が主流になるきっかけでもあった。エアインターナショナルの報告によれば、 アメリカン航空が757のエンジンとしてマイナス 535E4 を選定したことを発表した際には、ロールスロイスとボーイングの双方が歓迎したという、757の認証取得後、マイナス 535E4 は、ロシアのツーポレフツマイナス204に提案され、1992年から就航した。これは、ロシア製旅客機に、 西側のエンジンが供給された初の事例となった。また、ボーイングは B-52H 爆撃機の TF338 機を -535E44 機で乾燥する提案を行った。1990年代以末にはトレントのために開発された技術を導入することで、さらなる改良が図られ、エンジンの排出物性能を向上した。-535E4 は、 非常に信頼性の高いエンジンで、1990年にマイナス 535E4 搭載の757が E タップスマイナス180の認定を取得した。ロールスロイスがマイナス22の開発当時、発電用に簡単に実現できると予想され、1974年に産業用 RB211 の計画が提案された。 マイナス524が完成すると間もなく強化された産業用 RB211 は RB211 から24として指定された発電機は数年がかりで開発され現在でも25.2から32メガワットの規模の機種が販売されている大半は外用の石油やガスの掘削リングやガス製造業などで使用される 産業用である r b 二百十一 g ジロは r t 五十六と r t 六十2出力タービンを使用する既存の産業用 RB211C 二と産業用 r b 二百十一 g ガス発生装置の運転温度を上げることで十パーセント低格値を向上する。更新は定期的な分解整備時に既存の設備に最小限の回収により実現可能で 費用対効果に優れる中間圧縮機の翼の交換と出力タービンの清流翼を交換することでもたらされる。先進的な25メガワット級の WR-21 は中間冷却機を備えた船舶用のガスタービンである3つのシリーズに分類される RB211 から 524G を搭載したボーイング747から400中圧。 圧縮機の段を減らした特徴と同様にマイ、e、ナス 535E4 は砂ーを備えない幅広のファンブレードを備えた最初のエンジンでもありファンの効率が高められている。同様によりチタン製の高圧圧縮機や炭素系複合材をエンジンナセルに採用するなど先進的な材料を採用することも特徴である。後期型のエンジンでは 強化型のマイナス524にいくつかの機能が取り入れられた。ありがとうございます。